さて、それでは今回は、ザ・スターティングピッチャーということで、何とも言えない、カードが登場しています。ただただすごいなということで、もう普段は分けるんですけど、今回ちょっといろいろ事情もあって一度にお話しさせていただこうかなと思います。すごいですね。もう、一つは、今回の12選手全部強いなと。いうのが一つで、もう一つ不満を言うならば、とにかく新選手が出ないですね。もう常に毎回ピックアップされてる選手がピックアップされて、で、まあ、今回この選ばれてる選手はおそらく次の今回投票してる、まあ、何ヶ月後になるかわからないですけども、5周年の総選挙でもまた同じように選ばれるメンバーなのかなと思うんですが、まあ、1人ぐらいちょっと新しい選手見たかったかなというのが、まずは1つです。さあ、そして菅野ですが、ナックルカーブが入ってます。それから相変わらずワンシームが健在で、これがとても面倒な動きをすると、でシュート、あんまり菅野のストレートって見ないんですよね。対戦した時大体みんなワンシームを軸に投げるかなと思うんですけど、スライダーの裏にカットがあって、縦スライダー、フォークと、ナックルシュート、ストレートも、まだ触れるのかな？ツーストライクでスライダーが S になって、背負わない男でフォークが S になるので、ストレートはギリギリあと1なんですけど、アビリティはめれば C に上がってくるというところです。まあ、そうですね。今回は限定パックも出えへんやつかな、ひょっとしたら。S でも強いっていう感じしますからね。で、柳もまた、より強くなってます。どん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 強くなっていくカードだなと思って、シーズンはね、まだ記録、まだ始まったとこですし、昨年終わってからどん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 、オフシーズンに強くなっていくカードとして、僕は不思議だなと思ってるんですが、評価がうなぎ登りで、カット、シュート、ドロップ、縦スライダー、サークルチェンジで、シンカーも入ってます。148キロ、球持ち B。まあ、裏にもう1種類ぐらいあっても面白かったかなとは思うんですけど、まあでもサークルチェンジ方向に早く落ちるシンカーがあれば、まあ待ちにくいですね。ドロップ、まあ、使うにも悩む球種の数ではあるんですけど、結構、大きく動くのは縦スラかな、縦スラサークルチェンジがあるかな。まとめて打たれないように、ちょっとだけまあ頭は使わないといけないのかなと思うんですけど、球持ち B です。で、それと148制球 A、スタミナも A、ちょっとこの今回スタミナ低めの評価が多い中でね、安定した表示になってるかなと思います。さあ、そして宮城、球持ち B の154キロ、ストレートも A です。スライダー、超スローカーブ。超スローカーブが、球持ち B で154で絡んできたら、しんどいですね。で、裏も2球種、スラーブもあるし、縦スライダーもあると。で、対右の時にスローカーブが S に乗ってくる。で、奪三振がサークルチェンジ、サークルチェンジ、あ、これか、サークルチェンジ S になってくると。いや、打ちにくいんじゃないですか。これ、カットがあれば僕はもっと使いやすかったかなと思うんですけど、これは、どうしたらいいのかな。サークルチェンジ、スローカーブを軸にする人がいるか、もしくは、スライダーフォークで組み立てるかとか、タイプは分かれてくるし、どのタイプでも配球しやすいですね。嫌な感じかな。で、森下が156のストレートが A に乗ってます。で、超ドロップ、スプリット、サークルチェンジ。わー、超ドロップの裏にカーブ。それもこの動かないカーブがあって、スプリットと縦スライダーもきついなぁと思うんですよね。フォークと縦スラやったらなんとなくちょっとずれて当てれるけど、スプリットの裏の縦スライダーはかなりブレーキが効いて打ちにくいかなぁ。これは、外れがないデッキになりますね。デッキとか今回のメガボックスですね。ストレートがまだ上がんねえ。もういらんのにな。さあ、そして上沢です。153キロ、制球 A、スタミナ B。目立つところで言うと、まあ、サークルチェンジ、ツーシームもあるんですね。で、ナックルカーブ。まあ、この印象が強いですけど、ああ、これ、スライダーのついてる、スライダーかなり強めについてますね。フォーク、スライダー、わあ、
嫌や、やな。まあサークルチェンジはちょっと使い道難しいと思いますけど、うん、ツーシームついてて、どう、まあ結局はこのナックルカーブをどうイメージするかですね、これを捨てるか打つかで考え方次第でまた攻略法も変わってくるのかなと思うんですけど、まあ、スタミナもちょっと弱いし、ナックルカーブ、サークルチェンジ、フォーク、スライダー、まあどれもちょっとはストライクゾーンから外れやすいかなとは思うので、できるだけボール球投げさせて、ナックルカーブ、サークルチェンジで、で、こう、スタミナの消費をどんどん待つと、消耗待つという感じですかね。さあ、そして青柳が149キロ球持ちで、ストレートもこれやったら触れるかな。で、制球 B の、制球は触れそうにないですね。で、体力が B と。で、スライダー A、ツーシームなんや。シュートじゃないのか。スライダー、ツーシームがあって、スライダーの裏にカット。で、シンカーの裏に高速シンカーにカーブ、チェンジアップ。シュートがあればもうちょっと景色変わるかなと思うんですけど、まあ、逆にツーシームの方が芯を外せるんかな。ちょっと使い方難しそうな感じはしますね。スライダーを捨てられて待たれた時にどういう風に対応するか、ほぼほぼどれも大きな変化がないので、うん、スライダー以外はミートで当てれるんかなという感じはします。さあ、高橋は使いにくいです。あの、2種類に分かれて、極端にこの超スローカーブを打てない、超スローカーブとストレートを球持ち B のストレート150キロ超えを打てないっていう人と、もう余裕で打てる人の2種類に分かれるので、なんともこう安定した数字が出しにくいのが高橋かなと僕は自分でずっと操作してて思うので、で特にね、前回の能力とほぼほぼ差がないので、ただやっぱりただ新しめの高橋が出たというだけですかね。ここだけがまあ僕にとってちょっと使いづらそうかなという感じがしてます。そして今永、この辺ももう新しいピッチャー出してくれたらいいのにと思うんですが、また今永が登場してですね、制球 A、スタミナももうちょっとで A なんですけど、球持ち B、ストレート A の制球、速球150だからかなりいいストレートかなと思います。で、スプリットチェンジついてるのか、スプリットチェンジパワーカーブでチェンジアップスライダー、スライダーの裏にカット。かなりこう、でも、印象はなんかまとまったピッチャーっていう感じがしてて、打ちやすさはあるし、僕が今永使ってた時はやっぱり制球が苦労したので、まあ今回 A なのでちょっとどういう風に出るのか、うん、でもチェンジアップスプリットチェンジあたりはそんなに攻略が難しいわけではないから、やっぱりこの辺、この高橋、青柳、今永あたりはあの弱くはないけど使い方難しいのかなと思います。さあ、そして、まあ、目をつぶって投げれるピッチャーとも言えますが、石川がもう超パワーカーブが最初から S なので、もうただただこれは真ん中ストライクゾーンに目がけて超パワーカーブを連投し続けるだけの戦いになるのかなと、もうギャンブルな選手になるんじゃないかと思います。この辺もちょっと操作難しいかなっていう気が、チェンジアップとかがあればもうちょっと面白いかなとは思うんですけど、基本はまあある程度早めに待つようなイメージで打ったら、制球がね、これだともう超パワーカーブを入れるか入れないかっていうのがはっきりと見えてしまうので、ストレートも151がもう少しあればなというところです。ちょっとそうですね、このメンバーの中ではしんどい方かもしれないですね。さあ、そして楽天、球種はすごいな。球種量がすごいけど、146ですからね。ここがやっぱりどの球もゆっくり待って反応できる感じはするので、もうフォークかフォークじゃないかぐらいの待ち方になるのかな。どの球はまあミート打ちで捉えれそうなので、まあ、全体的に強いと思ったけど、ちょっと後半失速気味ですね。ここもそうですね。スタミナがこれどうなんのかな？一回持たない、うまく対応すれば、中継ぎピッチャーでもスタミナ E とかいるので、スタミナ、ほぼほぼ、まあこれ E 寄りの C、ギリギリ C なので、
先発なんですけど、とにかく後ろリリーフのお世話になること前提のピッチャーになってくるのかなと思います。で、割にそのスタミナない割に多彩なので、変化球で逃がしながらやるような感じになるかなと思う。打ち取ることができたら一番いいんですけど、球数がかさむような配球、決め球がこれっていうのがスプリットぐらいですかね、ないので、三球三振が取りにくいような気もします。だから余計に、こう、降板が早いかなと。で、また小島選手が来ています。もう変わらずですね、特に大きく今までと変化も本当にないし、制球がまあギリギリしいというところはやっぱり気をつけとかないといけないかなと。で、まあ、この選手の場合はスライダーを打つか打たないかで、読み方が変わるかなと思うんですが、そうですね、当たりばっかりかなと思ったけど、ちょっとしんどい選手もいくつかいるのかなとは思います。もちろん、弱いとは言わないですよ。どれもやっぱりちょっと癖がある、使い方が難しかったり、その相手との、こう、バランス次第かなと思います。誰かな、僕はもうとりあえず、もうどの選手とも当たりたくないなっていう感じはしてるんですが、まあ、やっぱり、このあたりかな。まあ、やっぱり、菅野ですかね、断トツでね。打ちにくいし、取れたらもう、素晴らしいピッチャーかなと思います。ということで、ちょっとまとめてなので、長くなってしまいましたが、新シリーズですね。ザ・スターティング・ピッチャー。いや、新シリーズでもないんかな。年始め、毎回あったかもしれないですね。新シリーズの時ね。ピッチャー、スターティングピッチャーだったり、リリーフだったり、一時期はサードとかそういう縛りもあったかなとは思うので、まあでも今回は全般的に強いから、追うのもありなのかなと思います。僕はあんまりちょっと今ゲームができてないんですけども、またね、配信どんどんやっていきますので、ぜひとも見に来ていただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。